まあ時間怪しい。怖い怖い。よかった。いい。自分で出るか。いや大丈夫大丈夫。いいよ。お邪魔します。笠木選手。ミキアです。よろしくお願いします。僕が一人目ってことですよね。一人目です。気まずいですね。ね、気まずいね。一番最初緊張するの。いや、こっちも伝わってきた。本当。ああ、まだ第一印象決まるよね、これで。まあね。それ楽しいのかなみたいな。うん。どんな人が好きですか。どんな人が好きですか。お酒飲める人が好きですか。お酒飲める人。はい。入れてもいいですか。どうぞ。いただきます。はるかって言います。お願いします。はい。そうなんですよ。 お酒にいつも支配されてるんですけど、僕はじゃあお酒強いの好きなんですけど、めっちゃ弱くて、あのイベだけは叩いてます。何飲みますか。ホストクラブでアイスビール飲むのが楽しい。あー、雰囲気飲みみたい。なるほどなるほど。まあイケメンたちとね、わいわいね、そう飲むと酒をめっちゃ美味しく感じる。なるほどありがとうございます。ごちそうさまでした。はじめまして、ハナです。お願いします。お願いします。本物の方がいい、実際の方がいい、かっこいい。写真撮りたか、僕悪いんすよ。なんか実物の方がいい。カメラ向けられた瞬間、一気に緊張しちゃって。でも、笑った顔とかかっこいいと思います。本当に全然写真とかだと、なんか笑うのも不自然になったりとか結構あるんで。まあ、先輩かっこつけなきゃいけないしね。それがまあ、僕で苦手なんで。絶対なんか、うん、ありがとうございます。かっこいい。笑顔がいい。笑顔がいい。あります？めっちゃいい。いいですか？私も結構朝までバーで飲んだりとかするの好きで、酒飲みだから、だったらなんか合いそうだから一緒に飲みたい。全然いい。楽しそう。バー飲みとかするタイプ。めっちゃ好き。それならバー行こう。そう、なんか担当とかにするなら、うん、酒飲める人、強い人とか、うん、バーとか行ける人がいいから、なんか、うん、お酒同じの飲んで楽しくできる人が好きか。お兄さんのマジ飲み直し考えたい。ちゃんと考えてくれるのよ。え、どうしようってなってる。もう迷っちゃう。ちなみに今日、忙しい。僕毎日実は暇してるんですよ。こう見えて。そうなの。どう見えてるかわからないけど、毎日暇してます。めっちゃタクかぶってそう。そんなことない、そんなことない。じゃあ今日ちょっと暇なの？暇ですね。まあ特に。でも本当に営業終わりもないし、うん、まあバーに飲み行くとかも全然できる。本当？うん。じゃあしちゃおっかな、飲み直し。どうしよう、しちゃおうかな。いいんですか？じゃあやっぱ飲み直しする。飲み直しいいんですか？うん。だったら本当に伝えてくる。うん、いいよ。いいよ。うん。行ってじゃあ伝えてくるね。うん。ちょっと。ありがとう。飲み直し、お邪魔します。失礼します。すごい、下は今です。理由は何だったんですか。カノを選んだね、シンプルタイプ。あー、青だ。かっこいいもんないっすな。あと、お酒めっちゃ飲めるのとかもそう、朝まで飲むっていうのとか、そのバーが好きみたいなのも一緒だなって思ったから合いそう。はいはい。なんかでも、いやちょっと飲み目マジで高いから、多めに、うん、10缶くらい欲しいかな。10缶ありがとうございます。ありがとうございます。5本とかで分けてもいいし。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。では持ってきてください。はい、はい、ノリいいっすね。でも酒めっちゃ好きっす。めっちゃ好き。イケメンと酒。そう、イケメンと酒。あ、最高だね。そう、なんか前の担当とかもなんかテキーラ系とか食も好きだったし、してるの好きだったから、伝わってきます。あ、本当？みよし、本当にありがとう。イエーイ。めっちゃ気づいて知らない。ありがとうんだよ。めっちゃありがとう。あ、伸びるだけ。一緒のパターンね。じゃあ、ありがとうございます。頑張りとってください。イエーイ。イエーイ。おめでとう。俺も。イエーイ。いや、でもよかったね。めちゃめちゃ嬉しいっす。本当に、なかなかないんじゃないの。なかなかないっすね。しかもね、これ飲み直しでこの量見たことないっす。、うん、僕は
ゆっくり飲みして。ありがとう。結構なんか飲み部めちゃくちゃ高くて、その担当さんとこでもなんかテキーラとかバー飲み好きだったし僕と同じタイプです。そうそう、だから観覧車とか結構したりする系らしいよ。割と何でも飲める、割と何でも飲める。ショットもいけるし、シャンパンとかもいけるし、いいね。同じタイプの人間でした。同じタイプ、やっぱルイだと思うよ。そういうことですね。こういうことですね。担当がね、鏡って言われてる。スタートダッシュね。今日飲みたいって言ってたんで、ね、じゃあとりあえず乾杯してもろってね。イエーイ、乾杯したらそれかタグタグタグ。プレゼンはどうするの？担当は先に置いてかない。できないよ。後日ってことですか？置いて帰ります。あ、置いて帰る。でも僕はでも今後来てほしいですけどね。あ、そうなんだ。そうですね。で、次の週間と、うん、もう一個別にパパとかの、そこでアプリを取るみたいなのがあって、割とキスになるかがちょっとわかんないんで、なるほどね。でも、バリアさんだ、頑張り。すごいってことだけは分かったっす。うん、だずっと結構、その出稼ぎもずっと継続でやりながら、パパ、太いパパがいるから、うん、そこにまた会って時間取ってってやってたから、結構いろいろ担当の時は基本タワーやったりとか。マジで？そう、だいたい締めにクリスタルとかその辺。おいおい、うわ激アツじゃねえか。これはるかさん越しちゃうってことっすね。やばいな。マジで？ハントシャンパンだ。ハントシャンパン、いいと思う。そのだいたい、まあ、ちょっといやらしいんですけど、そのアベレージというか月のどのぐらい、あの、お稼ぎ担当のイベントがあるとか、でだったらパパにもうちょっとあげてみたいなお願いして、それがやりたい目標の額に合わせたりとかもあるけど、そこまでしてくれるとなかなか歌舞伎町でもおらんすよ。でやっぱそこはね、好きな人とか担当にはやっぱ寄り添いたいくない？ だからこそそのあげるじゃない。その次こそはじゃちょっとパパにもうちょっとあげてみたいな、で、じゃあ目標の、じゃあこれぐらいのタワーやろうっていう話し合いの、じゃあこれ下ろそうみたいな話は決めてみたいな、すごい、なかなかおろんすよ、クリスタル。いやー、だから僕これから尻に近づいてる。ちなみにさ、そろそろ時間ないんだけど、どうする？でもまだ別に時間あるし、あ、朝まで飲むって言ったらね、まあ全然逆に時間大丈夫なら延長するし、いや、むしろいいんですかって感じ。もしなんか本当にもうちょっとまだ飲みたいから、うん、もしあれだったらなんかお医者くらいだったらいい、お医者くらいいい、まあ、それもプラスでいい。飲みの延長もしてくれてお医者もいいってこと？うん、マジで1本ぐらいだったらいいよ。優しすぎやろ、初めてだよ。割と減ってきてるけど、うん、今やっぱちょっとシャンパンで締めに時間どうかなみたいな。締めるシャンパン、締めやラーメンみたいな感覚でシャンパン行くって感じね。それでどう転がるかなみたいな。こちらお会計になります。はい、ありがとうございます。マジで？うん、ちょっとこれ、やりかけになるわ。うち、飲み直し1万だろ。飲み直しのやつだと、かけできないんで。でも私、あれだよ、キャッシュで説明それされてないで。うん、別にそういうの知らないし、うん、もう、普通に知らないから普通に1万しか持ってきてないし、まあ、説明あったらまだわかるけど、そういうのじゃないんだったら別に何とも言えないから。言うてさ、今日のこのトータルの会計で18万とかでしょ、まあ、別に私行くには出稼ぎとか、まあ、そういうのにですね、そうだね、そう18万ぐらいって割とね、言ったらなんか太パパのこう人のにお願いすりゃ、うん、なんだかんだ言ってなんか飲みる高いし、
飲んでて楽しかったんだけど、あの子ちょっと、ちょっと萎えてきたかも。でもね、そんなこと言われてもさ、でも、こっち説明されてないから、そういうところもあるんじゃないのかな、なんか知らないし、なんかそもそも何言っても一番しかないし、言ってんじゃん。下ろしたら来れない。何が下ろしたりとか来れない。いや、だから基本そのままもらってることが多いから。じゃあ口座にも入りません。口座に入れたらいろいろまためんどくさいから入れてないし、まあ別に高いの18でしょ、普通に1日とか、まあ、2日ぐらいやったらなんとかなるから、まあ別に18ぐらいだったらまああれだし。うん、じゃあそこまで言うなら、ふりかけでいいかな、じゃあせめてここだけは全部書いてもらえる。最初から序盤からだいぶ、まあ、僕いないところでも頼んでくれてたりして、まさか売りかけになるとは思ってなかったので、完全に僕も油断してましたね。本当に、まあ、一応売りかけ伝票も書いてくれましたし、身分証も確認取れてるんで、まあ払ってくれるとは思うんですけど、もし払ってくれなかったら、まあ自分が油断してたことですし、完全に高い勉強代と思うところがあるんじゃないですかね。序盤のうちはお互い潰し合いましょうみたいな話してましたけど、まあ、向こうも最後気分悪くさせちゃって帰られちゃったので、なくなっちゃいました。